もうやっぱ、あ,のあれですね、あのコミュニティの方はガツガツき来ていらっしゃいますね。あの、そうですね、有料銘柄として取り上げていただけますかとか、天性との動画出していただけますかってことなんですけれども、あの全然こうね、対談をしたりとか、あのコミュニティの皆さんとこう会話をしたいっていうのはありだと思いますし、あのぜひ皆さんもですね、 あのどん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 こう伊藤以外でもあのこういった動きをどんどんしていくことが、えー、コミュニティを育てるというのがいいと思います。であの他のプロジェクトはですね実はこうテンセットのやり方を真似した方がいいんじゃないかなってすごく思ってます。であの 今、実は伊藤にもあのい来ます、日本の公式のメディアになってくれとか、ずっとこの発言してくれってあるんですけども、ちょっとね、ビジネスライクなんです。で、えー、ビジネスライクになるのって、えー、実はあの日本の市場を見てないからなんですよね。で、その、皆さんもう詳しい方多いと思いますので、プレスリリースって考え方ありますよね。で、プレスリリースっていうのは、 記事はメディアが書くんじゃなくて、プロジェクトが書くんですよ。で、プロジェクトが書いたプレスリリースをオタクのここに曲がりして載せといてねっていう感じなんですよね。で、ペタって貼って終わりじゃないですか。で、これをやるプロジェクトがあまりにも多いです。 で、えー、それってもう見抜かれてるよっていう部分はですねある程度プロジェクトの方は認識した方がいいかなと思いますで、えー、やっぱりあの日本日本語がわかるプロジェクトと、えー、あの運営チームに日本人がいたりとかあの運営チームが海外の人でも日本語が喋れるプロジェクトって結構あるんですよねやっぱこう日本語があの喋れるプロジェクトのチームがいる方と、えー、直接日本に対して情報を配信するつもりがあるプロジェクトこれに関してはですねあの引き続きあの僕は拾っていってですねどんどんあのなんだこう あのみんなに伝えていきたいなと思います。ただ、あのプレスリリース系のものはですね。メディアなんで貼っちゃうんですよ。パーンって <laughs> あの？我々もそのまんま。あの。 ネットワークに所属してますので、あの、パッとね、あの、オファーが来るとですね、そのままの流れでペッってね、貼、えー、る傾向がありますので、ぜひ、えー、コインオタクを見ていただいている方はですね、あの、あ、なんかこう、プレスリリースの記事載ったなって思ったら、伊藤さんがその後、YouTube で話したかどうかというところまで追っかけていただけると、あ、これは、あの、ちゃんとガチでやってるんだ、仕事じゃないんだ、みたいのがわかるじゃないかなというふうに思います。